演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちら恋マロ茶というものを飲んでみたいと思います。こちら緑茶と抹茶をブレンドしたお茶なんですね。で、なんかこういうのも入っていて、包装されていて、こんな風にいろいろ書いてありますね。どんな緑茶が、いろいろ書いてありますね。なんかいろいろある、歴史があるみたいですね。では、はい、中身はこんな感じのお茶っ葉になってます。では、さあ、そうそう、今回ついにこちら急須購入いたしました。いい感じです。では、ここの中にお茶っ葉を注いで、はい、ここにお湯を注ぎます。あんまりドバドバ注げないんですね。ちょっと入れすぎたかな。ではこのまま美味しい、こちらの美味しい飲み方に従って45秒ほど待ってからいただきます。それではのしばらくお待ちください。はい、時間来ました。それではどうぞどうぞ。やっぱりちょっとお湯多かったかな。いや、そうでもないか。こんな感じになってます。では飲んでみます。確かに他のお茶とは違うね。まろやか、確かにある。でも物足りない人もいるかもね。苦味や渋みといった飲みづらさは一切なく、すっきりとした味わいで飲みやすい緑茶でしたね。抹茶が入っているからで特に甘くもなく、甘味とよく合いそうな味わいでした。こういう緑茶があるともっと緑茶が好きな人が増えそうですね、というそういう観点から見るととってもいい商品だと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。ただ苦味や渋みを求める方には物足りないかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。